昨日は車を買いました。ハンソンマンジです。おはようございます。1月24日湘南阪ちゃんぽ、今日は曇っとるけど富士山は見えるね、茅ヶ崎は。で、昨日ね、実は車を買いました。もうね、ようやくね、茅ヶ崎ベースの、駐車場ができたんで、あ、そろそろ車かって思っとって、昨日、初めて、見に行ってね、もう即決でしたな。もうこの辺ね、早いんだよね俺。もう速さだけでこの業界30年っていうね、そういう、スタンスなんで、もうこれと思ったらすぐ買っちゃう。それが大事だと思います。でさ、最初は、まあ、茅ヶ崎ね、道狭いし、うちね、家族2人だから、2人とね、ワンコ2人だから、まあ、軽のね、ハイトワゴンでいいかなと思ったんだよ。あの N ボックスとかさ、そういう何タントとかで、それを見に行ったんだけど、やっぱ4人乗りじゃね、なんかあった時にメンバー乗せられないしね。え、例えばかみさんのね、親両親と妹3人乗せるとかね、あの豊橋の両親と妹乗せるとかさ、そういうこと考えた時に、まあ、4人だとちょっと足んないなという結論になって、でもうちょい5人乗りだけどちっちゃい車って探してもらったら、こうもうね、希望ドンピシャな感じの、名前がまずいいんだよ、色がいいんだよ。でもうそのなんか1年2年前ぐらいに、何こう統合されて、名前がね、こう廃止になった名前の車種でさ、でもその名前がいいんだよね。残った名前よりも消えた名前の方が全然俺好きで、それでもうそれがね、新古車であって、傷一つない、もうほとんどの、まあ多分乗ってないんじゃないかなね。え、それがね、バカッとあって、これを逃したらもう買えないちごで即決してまいりましたね。え、久しぶりだよ、ハイエース以来、ハイエースね、え、ハイエースを手放したのは2010年だから。で2009年にビッグダミーっていうさ、サーリーのロングテールバイク、荷物めっちゃ詰めるやつを、導入してから車いらねえなと思って、明大前は実際ね、車いらなかったんだよ、ね、渋谷新宿ね、下北吉祥寺、ね、秋葉原の方も1本で行けるし、ね、駅からも3分だったから、もうね、車いらねえと思って、手放してから、まあ、12年ぶりだねなあ。まあ今年こそコロナが落ち着いて、また東北とかね、地方に行くことが増えてくれることを願って、うん、あとまあわしがライブの後にかみさんに迎えに来てもらえることを願って、車を買いました。まあ納車されたら写真とかね、車種はアップするんで、それまでは一応伏せとこうな。まあ、そんなで今日は1月24日は、クラブ Q、 下北のクラブ Q で、今日はね、同級生のたまちゃん、ギターのたまちゃんとゴリラ人間ズの、ギターと2人でデュオやります。ゴリラ人間ズデュオ48で、48年生まれ48歳の2人が、ギター1本と歌1本で、バンドに臨みます。ベーソンズっていうダースレイダーっていうラッパーが率いるバンドでね。あとはテープミーワンダー中、まあわしがデビュー前からの仲間、要はまあバンドの幼馴染だよね。バンドの幼馴染がおるバンド、まあ、ボーカルのノリとかはもうほんと腐れ縁だしね、ベースのペイなんかもうほんとに長いな、もう10代20歳ぐらいから付き合っとるんで、まあ、そういう、バンドとスリーマンの中に、わしらはギター一本で臨むんで、ぶちかまします。ちゅうことでね、車買ったという報告なあ。もう今日いいか、もう歌いいやなあ、寒いから。でパンコちゃんたちこんな感じ、パンコ行くぞ、よし、ゴー。あ、はい、危ない危ない危ない、いけいけいけ
怖い怖い怖い。よっしゃ。そんなわけでパン粉はね、砂山が好きなんだよね。はいよし、あ、パン粉じゃない、はい、行こう行こう行こう行くぞ、こっち、じゃあ今日こっちこっち行こう、今日こっち行こう、こっち行こう、はい。今日はこんな、そんなわけで、今日はこの辺で、下北さんはね、感染対策して、やっとるんで、会える方は会いましょう。ほんじゃねん。